営業距離が日本で最も長いモノレール路線は、大阪空港と門真市の間の 21.2km を結んでいる大阪モノレール本線です。2011年までは支線の西都線を合わせ、世界最長のモノレールとしてギネスにも認定されていました。大阪モノレールは、大阪都心から放射状に伸びる各路線と接続し、周辺都市同士を結んでいることが特徴です。開業以来利用客を伸ばし続け、現在は黒字路線となっている大阪モノレールは、6年後、2029年の開業を目指して、門真市から南への延伸計画が進んでいます。今回は営業距離をさらに伸ばし、大阪の新しい環状線へと進化を遂げる日本一長いモノレールについて特集します。今週の動画の内容は投票結果で1位だったものです。投票に参加できなかった方はチャンネル登録をしていただければ、これからトップページのフィードに表示されるようになります。もともと大阪の鉄道網は都心から周辺都市に向けて放射状に発達してきたため、周辺都市同士の交通アクセスが不十分だという課題を抱えていました。そのため、大阪府が中心となって、都心部の混雑緩和や周辺都市の発展を目的に、新しい鉄道の建設が検討されるようになりました。当初は、大阪空港から、千里、茨城、門真、東大阪などの地域を経由し、最終的には堺の工業地帯までを結ぶ、巨大な外環状ルートとして構想されました。しかし、あまりにも壮大な構想のため、部分開業から徐々に延伸を行うことになり、1990年の千里中央南茨城間開業に始まり、3回の延伸を経て、1997年に大阪空港門真市間が完成しました。残りの門真市から南の区間については、大阪モノレールの黒字化達成まで期間を要したため、なかなか具体化されませんでした。そしてついに2012年より、門真市雨竜道間の延伸が本格的に検討され始め、2019年の着工が実現し、2029年の開業を目指して工事が進んでいます。ここで現在延伸工事が進んでいる大阪モノレールの門真市雨竜道間のルートを見てみましょう。延伸区間の長さは 9km で、新しく開業する駅は5つあります。現在の終点、門真市から南に進み、最初の新駅は、ララポートやコストコの最寄り駅となる松尾町です。当初この駅は計画に含まれていませんでしたが、森口市と門真市の西岸駅として後に追加されました。その先は、長堀鶴見緑地線と接続する門真南、JR 学研都市線と接続する河野池新田、近鉄京阪田線と接続する荒本にそれぞれ駅が設けられます。荒本駅に関しては、イオン東大阪店が解体され、その跡地に駅が設置されます。そして終点の雨竜道駅は、近鉄奈良線にも新たに駅が設置され、道路線との接続駅となります。近鉄奈良線の八重の里、若井岩田の間に駅を設置予定で、おそらく準急、区間準急など一部優等列車が停車するものと思われます。延伸に伴って大阪モノレールでは車両の増備が必要になるため、雨竜道には車両基地も併設されます。このように大阪モノレールは雨竜道延伸により、新たに4つの鉄道路線と接続するようになり、大阪の外環状線、メガループとしての役割がさらに強まることになります。モノレール沿線には、エキスポシティ、イオンモール大日や、2023年4月開業のララポート門真などの大型商業施設がいくつもあり、大学なども位置しているため、今回の延伸により、これまで結ばれていなかった各地域同士の新たな交流を生む可能性があります。また、他社路線が不通になった際のバックアップルートとしての機能も期待できます。大阪では同じく外環状線としての機能を持つ
JR 大阪東線が開業しており、近年大阪の周辺都市同士の交通アクセスが格段に向上しています。2029年の開業を目指し、実現が決定している瓜生駅までの延伸計画ですが、その先、堺方面の構想に関してはほとんど動きが見られません。2017年には堺市、八尾市、松原市が連名で大阪府に対し、瓜生から先の延伸に関する要望書を提出していますが、本格的に検討されるには至っていません。堺方面への延伸構想では、新金丘や三国ヶ丘、堺駅などもモノレールで結ばれることが想定されています。これが実現すれば、大阪モノレールは北大阪、東大阪、南大阪の広大な範囲をカバーすることになりますが、もし事業化に向けて動くとしても、2029年の瓜生開業以降の議論になると思われます。ご視聴ありがとうございました。